こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画では真夏に活躍する新定番7アイテムをですね、皆さんにご紹介をしてみたいと思います。今年はですね、梅雨が長かったのでようやく夏本番という感じになったのですが、かなり最近は暑いですよね。そうなるとですね、日々の着こなしにきっと悩まれている方も多いのかなと思っています。ファッションにおいては定番的なアイテムがあるとすごくですね、日々のコーディネートが楽になるかなと思ってるんですね。ですので皆さんにもこれを持っておくと便利だよという定番をですね、知っていただきたいなと思っています。ただこの定番という言葉にはですね、長年変わらないベーシックなアイテムという意味合いがあるんですが、今回皆さんにお伝えしたいのは2020年現段階において、このようなアイテムを用意しておけばトレンドを程よく加味しながらですね、定番的な着こなしができるよというところで、新定番という言葉をあえて使いたいなと思っています。今回ご紹介する7つのアイテムがあればですね、間違いなく夏場の着こなしは快適に着回せるんじゃないかなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただきたいなと思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでまず1つ目からご紹介したいなと思うんですが、真夏に活躍する上半身のアイテムといえば間違いなく使えるのはですね、 T シャツというアイテムなのかなと思っています。T シャツですね、いくつかご用意をしているんですが、今回ご紹介しているのはですね、シンプルな無地の T シャツになります。このあたりのアイテムというのはですね、もう鉄板中の鉄板、メンズファッションにおける定番アイテムなのかなと思っています。この動画の中でもですね、何度か無地 T シャツはご案内しているかなと思うんですが、メンズファッションにもですね、緩やかな流行がありまして、きれいめなアイテムの方がトレンド的だなと感じる時もあれば、カジュアルなアイテムの方がちょっと今の旬には合ってるかなと感じる時があるんですね。今はどちらかというとカジュアルなアイテムの方が旬な時期なのかなと思っています。きれいめなものが旬な時期であれば、サイズ感で言ったら緩いものよりもタイトなものが旬かなと思いますし、あとはアイテム自体も T シャツのようなカジュアルなものよりはシャツのようなきれいめなアイテムの方が多く出てはいるんですけども、今はどちらかというとちょっとカジュアルなものが多い傾向にありまして、大人の男性であってもシンプルな T シャツ1枚でも十分ですね、着こなしが完成しやすいかなと思っています。無地の T シャツといっても様々なものがあるんですが、皆さんにお勧めしやすいのは、ユニクロ U のエアリズムシリーズですね。僕はこのシリーズはたくさん今季は買いまして、白無地ですとか、あとはこういったグレーの色だとか、旬な色味でいうとライトブラウンですとか、あとはブラウンですね、このような色もあります。あとはですね、色を引き締めるという意味ではこういったブラック系なんかもあってもいいかなと思います。僕はですね、職業柄いろんなものを着るのでたくさんのバリエーションを持っていますが、皆さんこの中から気に入ったものを 2,3 パターンぐらいあれば十分すぎるぐらい回すことができるのかなと思っています。まず絶対持っておいてもらいたいのは白ですね。白は基本中の基本で持っておくと便利かなと思います。あとはですね、ネイビーですとかブラックのようなパキッと濃い色ですね、こういったものがあると、T シャツ1枚でも大人っぽく見えやすいかなと思います。そしてもう1枚選ぶのであれば、ちょっと変化球的なものも良いのかなと思っています。色で遊ぶのであれば、こういったライトブラウンっていうのも旬な色でいいかなと思いますし、濃いめのブラウンっていうのもですね、すごく上品な雰囲気が出るので皆さんにお勧めしやすいかなと思っています。いずれにしろちょっと緩めのサイズ感っていうのが2020年現在においてはですね、定番的なスタイルなのかなと思っています。このようなユニクロ U の T シャツで揃えるのもいいかなと思いますが、あとはですね、同じ無地 T シャツでもちょっと生地の質感を変えて雰囲気を変えるのも良いのかなと思っています。こちらはグローバルワークのですね、ワッフル T シャツなんですが、表面に凹凸があってですね、1枚で着ても退屈になりすぎないので、白無地で着るのであればこういったワッフル系もいいかなと思っています。いずれにしろですね、こういった無地 T シャツというのは大人の男性にとってもですね、非常に合わせやすいかなと思っています。最近のトレンドというところを加味すると、サイズ感少し緩めにするので、僕たち30代40代の世代だとどうしてもですね、体型的にお腹がポッコリしている方もいらっしゃるかなと思うんですが、このようなややゆったりめのサイズだとお腹のラインを拾わないので、そこまで太って見えないというところもすごくいい点なのかなと思っています。2020年のですね、定番的に使えるアイテムとして、こういったゆったりめの T シャツがまず一つ目としてあるといいかなと思っています。はい、続いて2つ目にご紹介したいのは、こちらも上半身のアイテムになるんですけども、オープンカラーシャツですね。
これもですね、ここ最近のトレンド的なアイテムで、もうかれこれ 4,5 年ぐらい前から少しずつ増えてきて、最近はですね、トレンド的な立ち位置から割と定番的な立ち位置へと変化してきてるのかなと思います。様々なショップに行ってもこういったもの並んでることはすごく多いかなと思っています。セレクトショップに行ってもそうですし、ユニクロですとか GU ですとかグローバルワークに行ってもですね、必ずこのようなオープンカラーシャツが並んでいますので、ぜひ皆さんもですね、新定番として揃えていただきたいなと思っています。まあ、従来のですね、定番的なアイテムといえば白のボタンダウンシャツですとか、あとはですね、リネンシャツというものを挙げることが多かったんですが、そういったものというのはやはりですね、ちょっときれいめなアイテムなんですね。まあ、先ほどもちょっとお伝えしたんですが、最近はですね、きれいめよりもややカジュアルめのものがトレンドになっているので、そういった流れを組むアイテムとしては、長袖のシャツよりはこういったですね、半袖系のシャツの方が1枚あるとですね、使い勝手がいいかなと思っています。今回ご紹介したいなと思って持ってきたのは、今期のグローバルワークのオープンカラーシャツですね。こちらはブラックのもので、生地にとろみ感があってすごく使い勝手がいいので、皆さんにお勧めしたいアイテムかなと思っています。同じくこちらはオープンカラーシャツなんですが、今期の GU のものになりますね。色はベージュ系になりますので、上半身で明るさを出したい時にはすごく使い勝手がいいかなと思っています。こちらはオープンカラーシャツになっているんですが、左右対称にちょっと大きめの胸ポケットがついてるんですね。これが着こなしの良いアクセントになるので、僕自身こちらのオープンカラーシャツも今期は結構着ていますね。どちらか一色揃えるのもいいかなと思いますし、まあ、余裕がある方は濃いものと明るいものそれぞれ揃えてみると良いかなと思っています。はい、続いて3点目はボトムスになります。まあ、ボトムスにもですね、様々なバリエーションがあるんですが、真夏に履くとなるとですね、やっぱりある程度涼しいということが条件になってくるかなと思います。まあ、涼しくて快適、この2つのですね、テーマを兼ね備えたアイテムというのは、まあ、これからご紹介するですね、こちらのようなイージーパンツになりますね。イージーパンツというのはどのようなものなのかというと、こういった腰回りがゴムになっていたりですとか、まあ、ドローコードといって紐でウエストを調整できるような形のパンツのことを言います。まあ、ジーンズなんかに比べるとですね、シルエットもややゆったりめなのがわかるかなと思います。割ともも周りですとか腰周りにはゆとりがあるんですけども、まあ、テーパードと呼ばれるような膝から下はですね、細くなるような形になるので、ややゆったりめではあるんですが、スタイルはですね、よく見えるというのがこのパンツの一つの傾向なのかなと思います。いわゆるワイドパンツというのは全体的に太いんですね。これも今旬なアイテムではあるんですが、どうしてもですね、僕たち30代40代世代だとだらしなく見えてしまうので、このようなテーパード型のですね、イージーパンツが使い勝手がいいかなと思います。このようなシルエットだとタイトすぎないので、汗で張り付くようなこともないので、結構快適なんですね。で、最近のものはですね、結構軽量なものが多いんですね。今僕が持っているのはグローバルワークの今季のエアカルイージーパンツというものなんですが、まあ、非常に軽くて履き心地がいいんですね。こういった夏でも活躍するようなイージーパンツが結構各社で出されています。まあ、例えばユニクロであればイージーアンクルパンツですね。あとはですね、グラミチというブランドでも割とこのようなリラックス感のあるパンツが売っているので、1本揃えておくと便利なのかなと思っています。で、結構このようなパンツのメリットなんですけども、割とですね、リラックスしたパンツではあるんですが、スラックスのように見えるところなんですよね。スラックスのカジュアル版みたいな形で、割とカジュアルな素材感ではあるんですが、割と上品な見た目になるので、僕はこのパンツはすごく使い勝手がいいかなと思っています。特に8月ですね、このようなパンツがあるとめちゃくちゃ重宝するので、新定番として皆さんにお勧めしたいなと思っています。はい、続いて4点目の新定番アイテムはですね、同じくボトムスになるんですが、こちらですね、ショートパンツになります。色はネイビーですとかブラックのような引き締まったものがいいかなと思うんですが、僕が中でもおすすめしたいのがグラミチというブランドのショートパンツになりますね。もう8月はですね、めちゃくちゃ暑いので、僕は快適さですとか涼しさの方を優先しちゃうことが多いんですね。そうなるとやっぱり短パンが最強なんですよね。足さばきもいいですし涼しいので、これに勝るようなボトムスはないかなと思っています。ただ皆さんもご存知の通り、短パンというのはすごくカジュアルなアイテムなので、なるべくその中でもですね、大人っぽくきれいめに見えるように、色はですね、ブラックですとかネイビーのような引き締まるような色を選んでいただくと良いかなと思っています。まあ、ユニクロですとか GU ですとか、まあ、そういった低価格のお店でもショートパンツは売っていますが、せめてですね、こういったカジュアルなアイテムほどですね、ちょっと投資をして良いものを買っていただくといいかなと思っています。僕がおすすめしたいのはグラミチのショートパンツですね。ここのショートパンツはシルエットもすごく綺麗ですし、素材の風合いもすごくいいので安っぽくならないんですね。まあ、様々な素材感があるんですが、定番はコットン系のものになります。
でも僕自身は化繊系のものが好きなんですね。まあ、僕が今持っているグラミチはポリエステル 100% なんですけど、こういったものの方がベタつかないですし、さらっとした肌触りになるので履いていて気持ちいいかなと思っています。まあ、グラミチのショートパンツにも様々な素材感があるんですが、ぜひ実際に店舗で履いてみて肌触りが良くて快適さをとことん突き詰めた一本をですね、皆さんも買い揃えていただきたいなと思っています。はい、どんどん行きましょう。続いて5点目にご紹介したい新定番アイテムなんですが、これは新定番というよりはもう定番中の定番ですね。靴に関しては白レザースニーカーが一つあるとすごく便利かなと思っています。まあ、先ほどもお伝えした通り、最近のファッションというのはややカジュアルな方向に触れてるかなと思います。まあ、そのような中では足元に来るアイテムもですね、革靴みたいなきれいめなものよりはこういったスニーカー系のものが使い勝手がいいのかなと思っています。中でも白レザースニーカーというのは一応1年中使えるアイテムではあるんですが、特に夏場にはですね、めちゃくちゃ活躍してくれるアイテムなのかなと思っています。着こなし全体がパッと明るくなりますし、清潔感なんかも漂うので、一足スニーカーを持つのであれば間違いなくですね、白レザースニーカーがいいかなと思っています。定番はアディダスのスタンスミスなんですが、様々なセレクトショップですとか、あとはですね、ザラとかでもこういったオリジナルのもので1万円を切るぐらいのものも売ってますので、こういったものをぜひ皆さんも揃えていただきたいなと思っています。はい、続いて6点目も靴なんですけども、こちらはサンダルですね。サンダルも真夏には欠かせないアイテムなのかなと思っています。僕自身もいろんなものを今までトライしてきたんですが、ここ数年の新定番と言えるのは、まあ、間違いなくですね、このテバのサンダルなのかなと思っています。これの前はですね、ビルケンシュトックのアリゾナを僕はよく履いていたんですが、最近はこの足首をフォールドするようなタイプのテバが割とですね、街で履いている方も増えてきてるのかなと思っています。結構最近はテバ以外でもですね、同じようなデザインのものがたくさん出てきてるんですね。それぐらいこの形がですね、一つの新しい定番と呼べるところまで来てるのかなと思っています。まあ、待ち履きとしてもですね、割とこうトレンド的なアイテムで使い勝手もいいんですが、割と水陸兼用でオフでもガンガンに使えるので、皆さんにお勧めしたい新定番アイテムかなと思います。まあ、先ほどご紹介したようなフルレングスのイージーパンツですとか、あとはショートパンツにも合いますので、どんなスタイルにも合わせやすいという点で一つあるというのが、このようなテバのサンダルになります。はい、そして最後7点目なんですが、こちらは小物系になりますね。夏場はどうしても半袖になることが多いので腕が露出するんですね。その時にシンプルなスタイルであればあるほどですね、何かアクセント的な要素がないとどうしてもシンプルになりすぎてしまうんですね。ですので腕元にちょっとしたアクセントがあると良いかなと思っています。まあ、僕の場合は左手に時計、そして右手にバングルをするようにしてるんですが、こういったものにも定番的なものがあったりするんですね。今までであれば定番の時計といえばG-SHOCKですとかタイメックスのようなものがあったかなと思うんですが、まあ、最近の定番として定着してきたのがApple Watchかなと思っています。オンオフ兼用で様々な場面で使いやすいかなと思いますので、ぜひファッションアイテムの一部としてApple Watchというものを取り入れていただくのも良いかなと思っています。そして右手にはアクセサリーをするんですが、まあ、アクセサリーにも定番的なものがあるんですね。ここ数年はですね、紐系のものをですね、腕に巻くのがトレンド的だったんですが、ここ 1,2 年に関してはバングルと呼ばれるような腕に装着する系のアイテムがですね、少しトレンド的になってきていまして、新定番と呼べるのかなと思っています。あまり装飾が強すぎないものをですね、1個持っておくと新定番アイテムとしては着こなしの中ですごく活躍してくれるのかなと思っています。はい、ということで今回の動画では真夏に活躍する新定番アイテムを7つご紹介させていただきました。この動画の中ではですね、割と馴染みのあるものが多いかなと思うんですが、このようなアイテムというのが2020年現在においてはトレンドを程よく取り入れた新しい定番アイテムと呼べるのかなと思っています。まあ、定番と言いつつもやはり時代によって少しずつその中身というのは変化しているんですね。ですので皆さんにとって着慣れたものを今年も同じように着るのではなくて、今回ご紹介したようなですね、ちょっと旬な香りのするアイテムにもぜひ皆さんトライをしていただきたいなと思っています。まだまだ暑い夏は続きますが、ぜひ皆さんもですね、こういったアイテムを参考にしながら日々の着こなしをお楽しみいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。